黒田健志です。笹田和真です。今回も紹介するものがあるんですけど、はい、今回はロッドではなく、ロッドじゃなく LINE ですね。 LINE、はい、すごいですね。 LINE しかもフロロ LINE、 すごいですね。今までなかった、うん、まあ、P LINE なんかもね、僕らねピットブルよく使ってましたけど、はい、まあ、フロロカーボン LINE を出すってことでちょっと皆さんに2人でご紹介していきたいんですけど、まあ、その前に、まあ、2022年、はい、昨シーズンというか、はい、トーナメントだったり、まあ、当然ねこのロケもしてたんでその話も、うん、お互いにお話ししていきたいんですけど、どうでしたかね2022年。いや、まあ、結果的に言えば僕は、まあ、バッドシーズンだったよなっていう。あ、そう、まあ、でも活躍してた、まあ、お立ち台も当たり前のように立ってたし、まあ、それこそ僕と2人でクラシックだったかな、はい、あ、そうですね、ね、2人でお立ち台立ったこともあったし、はいね、はい、当然のように活躍してて、まあ、僕はあの言いますね。何ですか。自分振ってくれないから自分から言うけど初優勝した年なんでね。そうですよ、2022年は、ね、忘れてたわけじゃないですか、うんうん、本当は振ってほしいんですけれども振ってくれないからあの自分から言うんですけど、今振ろうとしてたんです、はい、で、まあ、その原動力にもなってプラスアルファ、まあ、2023年以降も、まあ、僕らもねあの使っていくラインってことなんですけど、はい、で、まあ、先ほど冒頭で、はいはい、笹田君が、はい、まあ、フロロカーボンラインなんですって言ってくれたってことで、まあ、名前は何て言うんですか。名前はマスティフ FC、 マスティフ FC、 フロロカーボンの略ですね、はい、FC、ね、ぶっちゃけね、まあ、僕結構ぶっちゃけ言いたいことを言うタイプなので、うん、ぶっちゃけ投稿してしまうと、はい、今更いる、たくさんあるじゃん、まあ、そうですね、市場には、うんうん、P ラインはいっぱい出してましたけどね、まあ、P ラインはやっぱりその、ね、特徴があったりだとか、うん、まあ、それこそシンキング P だとか、はい、笹田君も使ってる細い P、 あの、はい、G5 とか、はい、4プラスとかってやっぱ他社さんにはそんな少ないし、はい、でもフロロカーボンラインってやっぱ市場にたくさんあって、うん、作ってなかったのシマノだけですねぐらいなイメージで、まあ、最高発って言ったら変なんですけどだいぶ高発だと思う。だいぶ、うん、かなりかなりですね、かなりっていう中で、はい、まあ、作る、しかもシマノが作るってことはやっぱ特徴があったり、うん、まあ、大きなアドバンテージがあるラインってことだと思うんですけど、はい、まあ、実際じゃあ、まあ、特にそっちにはスピニングで使うようなライン、はい、バンテ3ポンドとか4ポンドとか、そうですね、細めが、うん、で僕の方は、まあ、逆に16とか18とか、もう本当にこれね、笹田君はやっぱスピニングの釣りのイメージが強いから、はい、細いラインとスピニングで、僕の方はやっぱベイトタックルでちょっと太いラインって感じなんですけど、まあ、使ってて実際、はい、まあ、どうですか。まあ、今回ロケとかも行かせてもらったんですけど、うんうん、僕は川口湖で、うん、結構やっぱ川口湖で大きい魚とか。そうだよね。あの、ちなみに、はい、ロケの順序で行くと、はい、まあ、昨週秋、2022年の秋に、はい、数日前に笹田君がロケして。そうですね、川口湖。僕は川口湖でした。で、僕がその後、多分ね、数日後に霞ヶ浦でロケをしてるんですけど、はい、まあ、当然先やって、はい、さすが先やって、はい、スピニングのシーンいらないですって僕言われたんですよロケいきなりね、もう全部スピニングタックル下ろした、本当に下ろしたから、はい、ボートに積まなかった。まあ、なんでかって言ったら結構釣ったと、はい、その今言ってた川口湖ですか。そう、でっかい魚をライトラインで釣って、はい、まあ、その強度っていうのを見せてくれたっていうので、はい、黒田さんもそのシーンいらないですって言われて全部下ろすっていうね、事件というか、なるほど、うん、のがあったんですけど、ライトライン今言ってたの使ってて、はいはい、まあ、じゃあどうかっていうところ僕逆に聞きたいんですけど、はい、僕も3とか4とかがメインに使って、ロケは何ポンド使った。ロケはでも4使ってました、はいはい、あのやってる感じどんなやつが来るか分かんないぐらいの、まあ、そうだよね、いい群れがいたんで、はいはい、もうこれを釣りますみたいな感じでやってて、はい、結局多分50ぐらいのも釣ってると思うんですよ、うん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 、で他にも何本か釣ってるんですけど、はい、結局、まあ、めちゃくちゃ低いじゃないですか、あのサイズ。まあ、そう、特にその、ね、知ってる人も多いと思うんですけど、笹田君のホームの川口湖、はい、でやっぱり今もう当たり前に50分いるし、うん、60分も普通に、ね、はい、釣ってる人もいて、まあ、今言った通りどんだけでかいのが来るか分からないっていうフィールドだと思うんですけど、でもそれでやっぱ読んでいける。読んでいけましたね。ミスとかもなく。1本もミスってないか。立てたやつは全部取りました。しかも大きいですごい泳ぎ回ってるやつを狙ったんで、すごい引いてくるし、それでも取れたからめっちゃいいじゃんって思ってました。なるほど、まあ、それっていうのはやっぱりその、まあ、単純な強度っていうところだと思うんですけど、はい、まあ、今回このマスティフ、はい、FC、まあ、単純に強度が強いって、うん、まあ、もう使い古された歌い文句だと思うんですけど、はいはい、まあ、僕がよく感じているのは締め込んだ時、これロケ中も言ってるんですけど、ものすごく強度が出やすい、うんうん、例えばこれ今僕持ってるの16ポンド、はい、ね、マスティフ FC の16ポンドなんですけど、まあ、16ポンドって言ったら何もかも全部16ポンドって書かれてるのって一緒って思われがちだと思うんですけど、実際にやっぱりその強度が出しにくい、まあ、ノットの強度が出しにくい
ラインだったりとか、締め込んだ時に滑ってちょっと抜けやすいラインって多分ね実際あるんですよね、はい、でそれっていうのは単純なその引っ張った時の強度、何も結ばずにこうやってギューって引っ張った時の強度じゃなくて、僕らって当然ですけどルアーに結んでフックに結んで使うのがほとんどなわけで、やっぱそういった意味で16ポンドって単純に書かれてて、16ポンドの強度どれもあると思うんですけど、その単純な強度だけじゃなくて結んだ時の強度っていうのはしっかり出てるっていうのは僕すごく、うん、感じてるようなライン、まあ、同じようにこの例えばね16ポンドだったら16ポンドっていろんなラインに書いてあると思うんですけど、はい、まあ、じゃあ実際何ポンド出てるかっていうと、まあ、実際結んで使うわけだからものによって違うんですよ。でも、まあ、結束強度、はい、ノットの強度ですよねが出やすいのがマスティフ特徴ですよねって言ったんですけど、はい、まあ、その最大の特徴っていうのがナノアーマーですよね、うんうん、見ても分かんないし僕らがこう指でこう触っててもまあツルツル、まあ、ツルツル滑らかですね、はい、って感じがするんですけど、実際にはあの表面はデコボコしてるっていう、ナノレベルだと、はい、だからナノアーマーっていうのだと思います。うん、ってなってるんですけど、まあ、そのデコボコのおかげでこう僕らがこう結んだ時にかなりの結束強度が保たれて、うん、まあ、それによってあの今までの4ポンドを僕が結んだ時の強度と、このマスティフの4ポンドを結んで実際に使った時の強度がきっと多分すごい高い次元を保てて、うんうんうん、そうですね、そのこの糸強いですよっていう宣伝って結構僕ら見たことあると思うんですけど、まあ、マスティフで一番言いたいのは、そのまあ強度っていうのは当然数値上は出ている、例えばね今だって何でも言いますけど16ポンドだったら16ポンド出てるんだけど、それ以上にじゃあ実際使う時ってね、結んで使うわけで、ルアーに結ぶ針に結んで使うわけだから、うん、その強度っていうのが落ちてないよ、でもそれはやっぱナノアーマーのおかげだよっていうところはやっぱ僕ら、まあ、実際使ってて、はい、一番感じるところじゃないかなと思います、うん、まあ、僕らねトーナメントやったりとか、あのなんか普通じゃない状況で結構結ぶじゃないですか。あ、そうだね、わかる、雨降るとか、わかる、めちゃくちゃ寒いとか、あとはね、あの精神状態ね、あ、まあ、もうね、いやだってさ魚見えたりとかさ、はいはい、した時にさ、でもちょっと待ってこれ結ぶかないとまずいなとか、うんうん、ルアー変えたいなってなって、はい、超ダッシュで結ぶじゃん。でちょっとなんか簡単な結びに変えちゃったりとか、分かる、うん、自分で分かってるのにね、はい、あのあちょっとちょっとあれちょっと不安だなって思いながら投げるしかないからね、そうそう、時間が一番優先だからってやっちゃうんですけど、うん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 、そういう場面でもカバーしてくれるラインになってるんじゃないかなと、はい、うん、まあ、だからやっぱまあ当然ねノットが上手い人は当然今まで以上に強度出るし、まあちょっと心配だなっていう時とか、僕らですらそのちょっと時間を優先しなきゃいけない時でもまあ安心して使えるっていうのがまあマスティフかな。僕は特に太いラインをよく使うんで結んだ時の強度の差って結構感じるんですけど、やっぱそれはライトラインでも結構感じます、はいはい、あ、感じますよ。僕ねノット苦手なんですよ実は結構。あ、そうなんだ、はい、そんなイメージないけどな。最近はこれを使わせてもらって、うん、でロケでも、うん、ちゃんとブレイクもなく抜けもなくいけてる、うん、でしかも最近って PE 使ってリーダー結んでとか、はいはい、でライトリグだったらキャロでもどっちも結んで3カ所あるとかみたいな、そんなあるんですけど、でもそういうトラブルを今回は感じてないですね。で実際、まあ、今ロケ、はい、河口湖のロケでその50アップっていうか、まあ、でっかい、ね、河口湖のでっかいバス4ポンドで結構リスクあるな怖いなって僕は思ったり逆にするんですけど、はい、まあ、ただ一方であのハイプレッシャーな河口湖でクリアウォーターな河口湖じゃないですか、4で、まあ、逆に言ったらもっと細く、うんうん、まあ、3ポンドとかラインナップにもあるわけで、まあ、もっと細いラインってフローカーボンであるじゃないですか、はい、それって使いたいなって思ったりしないですか。まあ、それを使うのもありかなとは思うんですけど、うん、マスティフすごくあの滑らかじゃないですか、まあ、しなやか滑らか、うん、まあ、そうだね、うん、そのおかげか、うん、僕の今まで思ってた4ポンドをよりも飛んでるっていう、うん、あ4ポンドで飛ぶんだったらそっちの方がラインブレイクとかのその、うんうんうん、とかもなくなるし、うん、やっぱキャッチできるのが一番いいと思うんですけど、うん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 、そこが上げられるんだったら4ポンドでいいかなっていう感じで今回4ポンド使ってます。なるほど。じゃあ今までは場合によっては3ポンド使うこともあった、もう全然3使ったりとか、あで、まあ、それで、ね、ミスっちゃうこともやっぱり今まであったし、でも4で十分飛ぶんだったら4でいいじゃんって思っちゃう。ああ、なるほど。逆に僕はね、はい、今回霞ヶ浦にロケに行ってたっていうの、あのサッサ君の後にね、はい、行ったんだけど、スピナーベイトで結構いい魚釣ってるんですよ、はい、まあ、多分それが一番ロケ中では大きくて、もう本当に1500ぐらいある、まあ霞ヶ浦だったらめちゃくちゃいいです、ちょっと吠えたくなるような、吠えなかったんですか。
まあ、ちょっと吠えたけど、まあサイズじゃないですか、はい、で今までスピナーベイトって僕基本的に14ポンド、うん、3.5 号かな、はい、を使ってたんですね、ずっとフロロカーボンで、はい、まあ、12だとちょっとストラクチャー周り怖いし、うん、でもやっぱ太くしすぎると浮いてきちゃうじゃない、ラインで引っ張られて、ラインの抵抗で、だからずっ と、14を使ってたんですけど、はい、今回ね僕16使いました、1個太くした、まあ、理由は一緒、しなやかだから16使ってる気がしない、あ太くしても、うん、感覚14、そうこれ結構重要で、特にやっぱスピナーベイトって投げて巻いて投げて巻いて、うん、だから、まあ、それクランクでも何でもそうだと思うんですけど、だからどうしてもね、そのラインが浮いてくるというか、はい、長く投げるからちょっと風が吹いた瞬間にボワってなったりだとか、あのキャストがうまくいかなかったりって結構あるので、はい、まあ、フロの16って結構際どいんですよね、打ち物にはいいんだけど、はい、投げて巻くだとビッグベイトぐらいならいいですよ、うん、でも8分の3とか2分の1のスピナーベイトだとちょっとごわつきすぎてるっていう感覚があったんですけど、それがね16で全くなかった、だからまあ一緒ですね、読んで多分違和感なかったっていうのと一緒で、はい、僕は別に飛距離を感じたわけじゃないんですけど、うん、投げて巻いて投げて巻いてを16で繰り返して、あれこれいつもの14と変わらんじゃんと思って、だったら強度的に強い16の方がいいなと思って16を使いました。なるほど。なので、まあ、結構ここら辺が、まあ、今までとちょっと違った、うん、僕はタックル組できるな、はい、うん、まあ、逆に言うとしなきゃいけないなとも思ってて、多分それがサッサクにとっては多分今回言うと4ポンド、うん、僕で言うとスピナーベイトの16だったっていうようなイメージかなと思います、はい、16を、はい、まあ、ロケでは結構スピナーベイトなんかにも使っちゃったよっていう、まあ、話にちょっとつながるんですけど、はい、僕すげえ嬉しいのが18が今回あるんですよ、18ポンド。ほうほうほう。多分ラインナップしてるのって少ないと思うんですね。あんまり18ポンドってないんですよ、ね。そうですね。20に大体飛んで。そう、20、16から20に基本的に飛ぶと思うんですけど、うん、これ僕ちょっとお願いして作ってもらって、はい、っていうのも、まあ今までね、さっき言ってたようにスピナーベイト14使ってたけど16使えるようになったよ。で、ジグとか逆に言うと16使ってたんですよ、僕よく。はいはい。まあカバー打ちですけど、16じゃなくてもいいなってちょっと思い始めて。もっと今回そうマスティフ使うならもうちょっと太くてもいいなと思って18っていう、さすがに20だとすごい太いから、うん、ちょっとこの間を埋めてくれる意味でもこの18ポンドって僕美味しいなと思ってる、うん、かなり使いやすい18ポンドなんで、うん、またねこれが20とだいぶフィーリングが違うので、はい、16とか20ポンドってみんな使ったことあると思うんですけど、多いですよね、16までは。そう、18ってあんまりないから、はい、まあ、逆に言うとちょっとねこの番手だけでもいいから、うん、僕はちょっと試してみてほしいっていうのと、はい、あとはねアーマージョイントのロケをね2022年の春かな、うん、やってましたね、うん、房総半島行って、はい、房総リザーバー豊房かな、豊房ダムでやったんですけど、はい、その時使ってたのは、まあ、フロロカーボン16ポンドっていう表記だったんですけど、はい、まあ、マスティフのもう最終サンプルプロとの16でした、うん、で、あのルアーってめっちゃ飛ぶじゃん。飛びますね。でルアー自体も飛ぶんですけど、はい、やっぱマスティフ使ってて、まあ、より飛ぶし、さっきサスクも言ってたよりトラブルが少ないし、はい、っていうのはやっぱあるかなと思うんで、まあ、そういったよく飛ぶルアーとの相性も非常にいいかなと思います。実際スピニングとかって、はい、まあ、さっきね飛ぶ4ポンド飛ぶよ、だから3じゃなくて4でいいよって話してくれましたけど、うん、ライントラブルとかってどうなんですか。まあ、それもあって昔は僕3多かったんですよ。そういうそうですよね、3のイメージは結構ある、うん、じゃないとやっぱトラブっちゃうし、まあこのボンって出ちゃうっていうかね、うんうんうん、やっぱりめちゃくちゃ遠投するんで思いっきり打ちますので、うんうんうん、どっかでバーってなってたんですけど、うん、今回は2日間これやったんですロケ、もうその間中その釣りばっかりやってたんですけど、ずっと遠投しては速攻回収して繰り返しを無限ループでやってたんですけど、うんうんうん、トラブんなかったっていうわけじゃないんですけど、でも今までやってた感じよりは全然少ない。あ、ちなみに使ったのがバンキッシュ？バンキッシュ。新しいバンキッシュ。新しいバンキッシュ。あ、ステラのインフィニティループが入ってきてて、もともと飛ぶしトラブルも少ないしっていうのもあると思うんですけど、うん、まあ、それでもトラブルは少なかったんじゃないかなと。あ、なるほど。やっぱロケの最中にそれは感じたってことですね。はい、まあ、飛ぶのもに加えて、まあ、スピニングで使っててもトラブルですかね、はい、あ、なるほど。今回このマスティフの PV、まあ、僕らがね言ったって分からない部分あるじゃないですか、うん、ナノレベルじゃないと見えないと言ってた、うん、ナノアーマーのデコボコだったり、うん、より分かりやすいイメージとかね、はい、分かりやすい、うん、そのイメージ動画の公開と、あと、まあ、僕らが実際に釣りした黒田さんが霞ヶ浦でマジで見てほしい。お、
レイトを使ってちょっと太めのラインを使ってっていうやつと、うん、僕はスピニングでちょっと細めのライン、うん、細めの、マスキングを使った長考動画が公開されます。あとはあれかな、特設の、まあ、今回ねかなり力入れてるんで、皆さんにも使ってもらいたいんで特設のホームページもね、あのラインなのに、はい、は初めてじゃないかな多分、ね、ピットブルですらやらなかったあの特設ホームページを準備しているので、はい、まあ、そういったのもね、あのこの動画と一緒に合わせて、僕のね本当に霞の魚はね、さっきも言ったけどね、はい、絶対見てほしい、マジで。だってジャカゴのインサイドからジャカゴ越えて釣ってるから、はい、お、すごいっすね。上あのとこ越えられるんですか。越える、あの水下ぐらいのところね。あ、それあのフロロの16でやってる、あの、はい、マスティフの16でやってるので、よっぽど自信ないとあんなとこやれないですね。ね、うん、そう、中で食っちゃってそんな映像も、まあ、3作のも僕見たいしね、はい、ぜひ見てください、うん、お互いにあのトーナメントレイクなんで、はいはい、見て参考にしていただければなと思います、はい。